この素晴らしいスタジアムは徐々に熱気を増してきています。この時間は大分対日本、こちらの一戦をお届けいたします。日本国国歌お聴きいただきます。北澤さん、361のシステムで今日は来ているようなんですけれども、この3バック、この意図は何なんでしょうね。まあ、相手が1トップ2トップでも3人で守りきれるってことですよね、はい、ただ1トップになってしまうと少しこう余ってしまう選手がいるので、はい、前に押して出ていくっていうこともしないと、少しこう縦にこうポジションがこうデコボコ感を作るっていうことができた方がいいかなと思いますけどね、はい、2トップに対しては非常にこうはまりやすいのかなと思いますけどね、うん、あとはサイドのワイドにいる選手ですね、これがサイドバックに入ってきたりとかするので、まあ、ちょっと守備時の時には5バックになったりとかっていうこともこうスムーズにできれば、守ってからの攻撃っていう形もなりますよね、はい、うん、さあ前半見ていきましょう。大分対日本、エキシビションマッチをお届けしてまいります。サイドをご紹介しましょう。左から右に大分、反対側右のエンドからが日本。富安、堂安、長友へ、縦へ送る富安、このボールに触ります。堂安、裏のスペースを狙う、原口から大迫、スルーパスを狙う、来た、シュート、トープウィリアムのセーブ。小林、香川、一気に縦へのアーチ、縦のボールを入れてきますが、これは合いません。遠藤、長いボール縦へ、長友へ、鎌田、こぼれてルーズボール、この柔らかいパス、原口からボールが上がる中央、これを拾いたい大分、堂安へ、堂安、橋本へ、サイドへ、酒井、堂安から鎌田、クロス、直接行ってしまいました。長いボールを送ります。吉田、ここはカットします。富安から大きく縦へ、富安、橋本へ。今日のゲーム、両チームともまずこの立ち上がり、北澤さんはどうご覧になりますか。まだ点も動いてないですからね、まずは主導権を握る上でどうするのか見極めることが大事になってきますよね。スタミナがありますからね、ミスは少ない時間帯ですのでじっくりいってほしいですよね。下田、緩いボール、
松本、撫でるようなボールタッチ、原口奪います。大分ここでファールをもらいます。ゴール前でのポジション取り大事になってきますよね。これはクリア、コーナーキックです。来た、シュート、ディフェンスの寄せに合っていたんですが、ものともせずシュートゴールでした。ボディバランスですよね。体を寄せられたとしてもそれを跳ね返せる力、これがゴールを生み出しましたよね。先制1対0です。とにかく点が動きましたので、はい、ここからさらにヒートアップしていくんじゃないでしょうかね。そうですね。さあ鎌田抜けてくる、どうする、フリーで受ける、シュート、北の手、日本、いや早かったですね北澤さん。いやこれまたすぐ追いつきましたよね。今日はなかなか動きのある展開になってますよね。シュートに持っていくための今のファーストタッチ素晴らしかったですね。まあボールをもらう前に事前にきっちりとイメージを固めてたんでしょうね。なので必然的にボールコントロールもシュートもうまくいったというところじゃないでしょうかね。今日のゲーム見応えがさらに出てきました。得点直後の相手って集中力切れますから ね。まさにそこをついたゴールですよね。そうですね。ピッチ上雨が降ってきたようです。ああ降ってきたみたいですね。これで試合のプランも変わってくるかもしれませんね。吉田、長友へ、長友から縦へのボール、大迫に渡る、長友、長友へ、橋本、さあ鎌田、柔らかいボールちょっと伸びてしまいました。長友、橋本から大迫、大迫から右サイド、ここは間合いを取る、橋本へ、小林、いいプレッシャーです。香川、伊佐、遠藤、ここは読んでいました。原口、長友へ、長友へ、原口、左サイド上がってきます。足元大事に行きます。中は枚数います。ゴール前ちょっと混戦状態でしたからね、シュートコースがなかったんじゃないでしょうかね。小林、下田へ、大きく縦へ、吉田、縦へのボール、酒井、長友、遠藤へ、
ロングフィードで狙う。いいとこありますよ。原口へ。どうだ。小出、危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。小林。三沢。香川。富安、流れを止めます。酒井から鎌田、鎌田から大迫、堂安、吉田、このボールをカットします。富安、遠藤、長友へ、この位置で受ける。長友、ここで丁寧にボールを扱う。原口から長友、遠藤へ、遠藤から大迫、小林、ここは競り勝ちます。吉田、このボールをカットします。酒井、裏を狙っていきます。来た、来た、オープンウィリアムのセーブ。いや、北澤さん、これナイスセーブでしたね。いや、あの位置からのシュートですからね。ファインセーブですね。日本が決定的なチャンスを迎えたシーンでした。ボールを下げてリズムを作るか。橋本、長いボールを送ります。香川、大きく縦へのアーチ。吉田、長いボール縦へ。ディフェンスをものともしません。橋本、ここはファールです。長友、ゆるく狙ったボール、シュートもあります。どうだ、シュート、決まった、勝ち越し日本。試合をひっくり返します。絶妙なタイミング、ライン際の駆け引きからゴールが生まれました。そうですね、ディフェンダーとの駆け引きがあるんでしょうね。今みたいなところはギリギリの攻め合いでしたよね。大迫、今日2点目のゴールです。さあ日本、ここでリードを奪いました。ボールの奪い合い、激しいものがあります。長友、スルーパスを出す。コーナーキックのチャンス、日本。もうショートですね。鎌田から長友、クロスを選択。吉田、吉田へ、吉田から大きく縦へ、スペースを狙う。この位置でボールを受けます。仕掛けるタイミングを図る。枚数いる、中につなぎたい、シュート。町田、このスルーパスは通りません。シュート、いや、追加点、日本。
この短時間で追加点。今のシュート前のワンタッチ、あれで勝負あったという感じでしたよね。そうですね、シュートからゴールまでしっかりイメージした状態でトラップできていたことがこのゴールにつながったと思いますね。素晴らしいハットトリックです。大迫、さあ日本、おっとこれは試合を止める笛のようです。大分リードを許したまま前半を折り返す結果となりました。パスの出所やボールの奪われ方なんか見ていてもうまく噛み合ってませんよね。一人一人の役割をしっかり確認した上でこの状況を打開していってほしいですよね。大分対日本、それでは続けて試合をお楽しみください。さあ後半キックオフ、後半の入りというのは重要になってきますよ ね。また追加点されますと厳しくなってきますからね、はい、ここで受けて長友、丁寧に足元を使う。このボールは日本、遠藤、小林、香川、左上がっていく、大迫、アーチのようなパス、小出、町田へ、長いボール縦に入れます。富安、このボールをカットします。遠藤、橋本、酒井へ、大迫へ、鎌田へ、さあ左サイドへ、町田、下田へ、大分最終ラインまでボールを下げる。大きく前線に入れます。ハット、さあ左へ預けてシュート、うわー、いやー、いざジャストで合わせましたが決まりませんでした。前線出てくる人数が多いですよね。大分入ってもおかしくない決定的なシーンがありました。遠藤、吉田、大迫、鎌田へ、大迫、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。ここ決めた日本、3点のリード、ダメ押しゴールになるのか。堂安、フェイントを入れてからシュートという得点でした。いや、うまく相手を翻弄してね、ディフェンダーを抜き去ってからシュート、見事でしたね。さあ日本、3点のリードでリスタート。遠藤、富安へ、富安へ、日本としてはトライアングル意識した細かいパスで崩していきたいようですね。そうですね、いくつかテンポよく回しシーンがありましたね。まあそうやって相手を揺さぶることで、スペースを見つけるポゼッションの仕方は攻めであると同時に効果的な守備とも言えるんですよね、要はボールを持っている間は相手に攻められないということですよね。なるほど、なかなかアグレッシブな発想ですね。そうなんですよね。原口左上がっていきます。
どうだ、香川、大分としては1点ではなくて2点3点取っていかなければなりませんよね。そのためにはベンチワークが必要だったり選手間の修正が必要かもしれませんね。橋本、遠藤、鎌田へ、橋本、遠藤、小林、奪います。一気に前線にボールを送る吉田、ここは読んでいました。長友からターテのボール、カウンターを仕掛けます。原口、ここで丁寧にコントロール、収まった、フリーだ、上げてくる、どうだ、クロスを相手選手に弾かれましたがコーナーキックになります。ここはショート、小林、ここはいいプレスで奪います。日本としては先ほどからディフェンスラインの裏のスペースを相手との距離を置いたマークの仕方でケアしてますよね。そうですね。しかし北澤さん、そうなると相手選手は足元でボールを受けやすくなってしまうようにも思えるんですが、これどうなんでしょうか。そうですね、おっしゃる通り裏のスペースをケアしている分どうしてもボールホルダーへのチェックは普段よりも遅れてしまいますよね、うん、ただディフェンダー、ミドル、オープンウィリアムのセーブ、キーパー素晴らしい反応を見せました。いや、この積極性は大事ですよね。大分、選手を変えるようです。ショートコーナー、ファーへのボール、このクリアボール拾いたい。大きく縦、ちょっと危ないぞこのパスは。酒井、パスをつなぎます、裏へ届くか、仕掛けるか、ルーズボール、あそこまでゴール前に人が集まってしまうとシュートコースがなくなってしまいますよね。大迫、すでにハットトリック、さあ4点目はあるのでしょうか。このクリアボール次へつなげたい。中で味方の選手が待っている。橋本、小林、チャレンジはしません、後ろに流す。坂から大きく縦、日本が最終ラインまでボールを下げる。下田、ここでファールがありました。遠藤、大分、交代の枠はまだ2つ残しています。日本奪い返します。さあつながるか、松本、さあカウンターを仕掛けます。大迫と、これはつながりません。坂から長いボール縦へ、坂、橋本へ、吉田、長友へ、原口、大迫へ、渡辺、
下田、この試合ですでにアシストを記録しています。吉田、流れを止めます。長友、吉田、富安へ、鎌田へ、富安、鎌田へ、坂、小林、抜けるか、上げてくる、裏へのスルーパス、いいボールだ、松本へのボール、もう一度中、下田へ、さあどうする、アップオフサイドですか、長友、鎌田へ、長友から原口、長友、鎌田から緩いフィードボール、ゴールキックとなります。酒井、富安へ、橋本、酒井へ、危ない、一旦前を取る、中は枚数いる、素晴らしいパス、大迫、遠藤、パスでつないで攻め込んでいきます。日本ボールを下げてリズムを作るか、松本、小林、縦へ組み立てる、原口、大迫、サイドを使う、大迫から原口、中央、ヘディング、ユーズボールになる、これを拾いたい大分、左サイドのドリブル、渡辺、ルーズになる、つながります、上がる、クリアです。鎌田、ここで終了を告げる長い笛、4対1、大分逆転負けという結果で試合を終えました。北澤さん、試合の総括をお願いします。前半での3失点、やはりあれが痛かったですね。ペースをつかむ前にやられてしまった、そんな感じでしたよね。はい、ありがとうございます。さあ、お別れの時間が迫ってまいりました。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。大分、大差での敗北を喫しています。